はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88のマイトのマジックやっていきましょう。さあ、とりあえずここね、トレーニング場で、おっと、トレーニング場にね、トレーニングしましょう。上がるかな、上がる人いるかな。あー、この人525ロールしか持ってないの。経験値不足3万6000足んないと。あ、オークさんいけるわ。あれ、めちゃくちゃゴールド少なくない？え？あ、そうだそうだ、ゴールド残してきてんだ。あの泉行ったからね、ゴールド経験値に変えられちゃうんで。うお、足んないの？ちょっと待ってね、いっぺん整理しないと。ああ、うん、車種とオークさん行けんだね。魔法使いダメだったね。そうだ、盗賊に預けてたんだっけ。あ、いや、その前にいろいろ整頓しないといけない。はい、取り消しましょう。いや、ここはすっ飛ばそうかなと思ったんですけどね。一応ね、全く何も、すっ飛ばしすぎるのもどうかなと思ったので、メデューサヘッドいらないはずなんだけどね。ロングソードいります。あ、ロングソードこれ置いとこう。一応片手装備は残しておきましょう。ハンドアックスいりません。スケールアーマーいりません。ガーリックもいりません。スリングプラス1もいりません。リングメールいりません。チェインメールプラス1もいりません。と。よいしょ。で、スリングプラス1いりません。ロープ&フックスいりません。スリング、ハルバード。ロバーズ2っていうのを持たした方がよかったのかな。ダガープラス1はいりません。ちょっとね、頭の中がね、はっきりしないんでね。クロスボウいりません。ロングボウプラス1。ロングボウプラス1。ロングボウは、いや、多分ロングボウはね、彼持ってないんですよ。ロングボウね。あ、ロングボウ持てません。盗賊は持てません。ので、ロングボウは、いません。で、バトラックスもいません。と。で、マーチャントパスいります。ゴールドキムいります。で、これはいるんだね。おー、ちょっと待って。6番の方。6番の方をね、引き下げちゃうんでね。そうだね、キャンプだ。分配しましょうか。まず、あ、ジェムね。0、1、1、1、3、3だね。で、ゴールドは、うちのリーダーに全部、全預けしましょう。で、まあ、こんなもんでいいやんね。もう、選手と車種に570個を戻さなくていいと思うんですけど。で、とりあえずこれで、あ、いや、違うじゃない。すぐ揮発しちゃうね。やらないといけないと思ってたことが。マーチャントパスとゴールドキーはもう、1番の方に預けておきましょう。1番のヒューマンのね、ヒューマン2階さん、騎士なんですけど、この方はね、もう、抜くことがない人なので、はい、冒険続けません。はい、でね、これ私さっき思ったんですけど、8人しかいないんだね。僧侶もう一人作ったと思ったんだけど、僧侶1人しかいないよね。え、どっか別の道に店、あれ、私僧侶1人作ったと思ったんだけど、1人作ったよね。ん？ちょっと待って、9っていないよね。おや？あれ？僧侶がいない。え？僧侶3人で行ったよね。そうだよね。で、ソウルレベル4まで上がったよね。え？まさか吹っ飛んでる？え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え？
ホークアイヒルズのデータが吹っ飛んでる。おお、ちょっとメンバー見たいんだけどね、ちょっとイコール機が分かんないんだよ今私。とりあえず入れるか。1番、あ、メンバー見よう。ちょっと待ってね。ヒューマン2回、ヒューマン 2M さんを見ましょう。ちょっと待って、なんか怖い。メンバーを消すにしちゃったね、私。危ない。で、うわー、ホークアイヒルズが全部吹っ飛んでるわ。せっかく撮ったのにね、収録までしたのに。あら、知性が戻ってる。ショック。あれ、ホークアイヒルズの後、私ちゃんとセーブしたと思うんだけど。あ、いやいや、でも残ってないんだね、これね。なんかとんでもないこと間違えてない、私。あ、でも間違えてももうダメで、今まで育てた分が全部あるからね。戻したとしても、めちゃくちゃ戻っちゃうから、あ、ダメだ、うわっちゃっぱ。ショック。ということはまたホークアイヒルズ、もう僧侶作るのはいいか。いい僧侶できたはずなんだけど。なんかがっかりしちゃった。ちょっとね、ちょっとへこんじゃった。とりあえずじゃあ街行きましょう。うわー、結構ぐるぐる回ったのにね。結構僧侶大変だったのにね。あのデータが全て吹っ飛んじゃってたのか。ちょっと待って。じゃああの時、残り3人レギュラーメンバーだったんだけど、彼らの経験値もみんなぶっ飛んだんだ。ちょっと待ってね。もうなんか何やら分かんなくなってきちゃった。まあ、とりあえずいいや。次は、3番の車種、4番の盗賊で、5番。で、6番。で、あと誰？あ、騎士入った、騎士入れてなかったのか。おーい、あ、いった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 。何、私結局またホークアイヒルズ行かないといけないの？ぐるぐる回るために。おー、ちょっと待ってね、もう頭の中整理つかないや。6、5でしょ。で、1、2で、で、車種に、あら？車種は？あ、間違えてる。全然間違えてるわ、並び。盗賊5番にしても仕方がないもんね。1、2、3、で、5の4、で、6だ。いや、あ、またホークアイヒルズ行かないといけない。あ、いたた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 。なんか特別なことしないけどね、私ね。ちょっと待って、あ、頭の中混乱してきちゃった。あー、でもね、ちょっと待ってね。本当に頭の中混乱してきちゃった。まあいいや。とりあえず、盗賊見ましょう。知性 7？ ちょっと待ってね。お？ 25 あるよね。みんな25あるよね。これはいいのか。7？ 盗賊。あ、さっき見たの騎士だったのか。ねえ。あー、で、じゃあ盗賊の装備がめちゃしょぼいはずなんですよ。スケールプラス1、ロバーズ2、あ、持ってんだ、ロバーズ2。で、シミター、クロスボウ、スモールシールドプラス2。あー、そうだね。ちょっとお待ちくださいね。一応これでセーブしときましょう。あ、いや。いや、これで何分使っちゃったの？もう9分使っちゃったね。ごめんなさい。ちょっと衝撃的でした。でね、ちょっとお待ちくださいね。
ちょっとお待ちくださいね。ちょっとだけ確認させてください。レベル1 こんなデータだったのか。今ね、ごめんなさい、ちょっとスナップショットのね複数あったんで、どんなもんなのかなと思って、ひょっとしたらこっちに入ってると思ったんですけど、うなことはないね。ああ、いたたたた、いたた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 た。これ下手して上書きしちゃったらもう私も詰んじゃうんだよね。バックアップ取ってないからね。戻ってきたね、戻ってきた。盗賊いるよね。いない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、そうかそうか。あとも混乱しちゃった。今セーブしちゃったんだよね。セーブしちゃったので、よいしょ。ああ、頭の中吹っ飛んじゃった。あ、結局一緒なんだ、これ。もう、すごくね。ごめんなさい、もう頭なんかパニックになってる。あ、結局何してんだ、私。私、自分のやってることに自信がなくなってきちゃったよ。4の5の6の7だね。これでいいんだよね。あんで、キャンプ入ってですね。あ、キャンプ、あ、違う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 。オーダーだね。オーダーで、6号の1、3、2、4だ。でもこれでキャンプ張らないといけないんだね。あらららららら、4番目の人が、うん、ここだね。あー、いや待てよ。ほんなら結局騎士の人も、うーわ、なんだったんだろう、お前。結構頑張って僧侶作ったのに。あー、泣けてきた。あー、いやでももう、これは仕方がないので。あ、とりあえずね、じゃあ、この状態で、ホークアイヒルズに行った方がいいのかな？ね、まあでも、盗賊をね、別段、あ、後でもいっか、それは。また後で、盗賊連れて、ホークアイヒルズにでも行きましょう。まあ、行かなくてもいいのか。でも、行った方がいいっちゃいいんだよね。ああ、驚いちゃった。じゃあ、どうすると。ブラックリッジサウ、ノースか。ブラックリッジノースに行きましょう。L9 でね。ああ、あららららららら。ああ、驚いちゃった。うわあ、ぶっ飛んでた。まさか私、あれ取った後、セーブせずにリセットやった可能性があるな。はあ。あか、もうなんだろう。泣けてきちゃった。あの努力は何だったんだろうって、思ってきちゃった。おっと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 、そのまま立ち去りましょう。あれですね、泥棒したら偉くなるやつですよね。ちょっと待ってくださいね、私が。あ、戻ってきたね。さあ、ブラックリッジ、でもブラックリッジ行ってる暇ないわ。これ、この顛末どうしようかな。まあ、いっか。ごめんなさい。本当はね、ここでね、ちょっといろいろ回りたかったんですけど、今回ちょっとショックでかかったな、これ。L9 で、まあいいや。もう、どこ行っていいやら分かんなくなっちゃった。あ、ここ帰ってきた。ああ、また飛んじゃった。あ、ここだ。おぉあ、ほら、吹き坂まで飛んじゃったね。はい。じゃあね、宿屋行きましょう、とりあえず。え、宿屋こっちじゃないよね。確か宿屋こっちじゃなかったはずなので。いやー、あ、しかもワンダリング出てきちゃった。あー、どうしよう、本当に。あー、でもまあ、いずれ、だからダスクの地下も行かないといけないんだよね。能力上げるとこ行かないといけないから。あー、やっぱりそうなったら、騎士もちょっと上げてあげたい。
キラービーズ、あ、キラービーズいるから、これはファイアボールだね。いや、驚いちゃった。本当驚いちゃった。で、あなた何？あ、ミサイルね、これ。で、え、もう奥さんが攻撃するの？ちょっと順番がよくわかんないね。で、これが盗賊か。で、これが僧侶だね。僧侶、まあ、言ってよ。ああ、もう、もう。はい、ミサイル。いやでもなんかホークアイヒルズ行った方がいいのかな。これわざわざワンパート使ったよね、あの僧侶作るのに。ねえ。驚いちゃったもん。2の、4かな。はい、ハンドアックスね。いやもうこれは僧侶の、僧侶じゃないわ。盗賊ちゃんと仕事してもらうと困るからね。あ、ちょうどいいや。もうここで治療を受けましょう。あー、寝るだけでいいんだ。いや、フード1個減るのもどうかなと思ったから、いっか、これで。はい。ゴールド、たんの100ゴールドもいいの、まあ、じゃあダメだわ。そうだ、ここ高いんだ。そうだ、LQ は高いんだね。ポーあそこだけだね、安いのはね。あ、いや、キャンプしてもダメ、キャンプしてもダメ、キャンプしてもダメだ。もうごめんなさいね、もう本当私が今、狼狽してるの分かるでしょ。ははははは。休もう。で、おえっと。で、宿へ、あら？あ、やだよね。はい、これでサインしました。あー、ということは、ホークアイヒルズ行って、新しい新人さん以外にレギュラーメンバー3人が稼いだ経験値をみんなぶっ飛んでんだね。はい。じゃあ、というわけでね、この辺にしておきましょう。それじゃあ、ほんとこんなパートでごめんなさい。これが今週の締めくくりになります。なので、私に対する伝言ですね。来週のね、取りだめを始める私に対する伝言は、することはありません。もうブラックリッチ、ノースかサウス、サウスかな。行ってください。もう、次進めて、盗賊の経験値上げて、あ、そうだ、あと、うん、ダスクの地下の、能力上がるとこに連れて行ってあげてください。盗賊をね。じゃあよろしくお願いします。というわけで終わってます。どうもありがとうございました。